どうも、WeeK チャンネルのケイスケです。今回からキッチン制作の続きをお届けしたいと思います。前回9話目では混合水栓の取り付けについてお届けしました。今回は10話目となります。それでは早速参りましょう。第45回平屋住宅をフルセルフリノベーションキッチン制作10。ダイニングを眺める窓を作りたい。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。リノベ前のキッチンはこんな感じでした。コンロの位置はリノベ前も後も同じなんですが、前が壁なのでダイニングの方は見えません。コンロを使っている時もダイニングにいる子供の様子を見える方がコミュニケーションを取れるし、何より安心だと思いまして、リノベ後はこのように壁はありません。で、壁の代わりにこんな感じに油はねガードのガラスを設置するのですが、それだけではつまらないので、いろいろ趣向を凝らしていきたいと思います。イメージはキッチンからダイニングを眺める窓という感じです。製作イメージ。ガラスの固定はこのようなコの字金具を上下に配置してガラスをはめ込むのが一般的です。しかし今回は次のように製作したいと思います。まずはキッチンパネルを水回りの部分の全面に貼ります。次にステンレスの L 字金具を上下に設置してフラットバーを組んで窓枠を設置します。するとこのようにガラスをはめ込むことができるようになります。掃除がしやすいようにダイニング側だけ窓枠がある状態です。ここで問題というか不安な点があります。それはこの部分が木製のカウンターなことです。コンロの火が引火しそうでなんとなく嫌なので、ここはステンレスの板で覆うことにします。これで引火の安全を確保しつつお手入れもしやすくなります。それでは製作に取り掛かりましょう。キッチンパネルの貼り付け。まずはカウンターとキッチンの間のスペースにキッチンパネルを貼ることにします。フリクを調整してボンドで貼り付けちゃいましょう。両面テープが使えないのでテープで仮固定しました。L 字金具の加工。まずは L 字金具にビス用の穴を開けます。ジモティで激安ボール板をゲットしたので早速使ってみたいと思います。ボール板を使用するときは手袋厳禁です。下穴を開けていきます。ドリルを本サイズに変えて拡大します。面取りカッターでバリを取って仕上げます。所定の位置に L 字金具を置いてポンチを打った後に下穴を開けます。金具をビスで仮固定していきます。
上側も仮固定します。こんな感じに仮固定されています。窓枠の下部分を仮合わせしてみましょう。 L 字金具と上下窓枠の接合、最初は何箇所かを点付けして仮付けしていきます。今回初めてコールドティグ機能を試してみたいと思います。通常のティグ溶接とは違い、瞬間的なパルスで溶接する機能でほとんど熱を持ちません。本付けもコールドティグで行います。こんな感じでパチパチと進めていきます。L 字金具と前面ガードの接合、先ほど作ったものと前面ガードを溶接していきます。ひたすらパチパチしていきましょう。できました。ちょっと焦げている部分もありますが、磨きで除去できるレベルです。この部分は途中で面倒になって、通常のティグ溶接をしたら溶け込みすぎてみすぼらしくなってしまいました。窓枠の組み立て、先ほど作った上下の枠を設置して、その間に窓枠を仮付けします。こんな感じでバイスで固定して点付けしていきます。次に中央横方向です。最後は中央縦方向です。仮付け完了です。表側の溶接はこれだけにして、本付けは裏側から行いました。熱歪みが怖いので、全部コールドティグで行いました。窓枠の塗装、
塗装は田の字部分だけ行いますので、他の部分はマスキングしておきました。入念に脱脂しまして、密着ロンを塗っておきましょう。上塗りは艶消しブラックです。今回は片側ずつ仕上げていくことにしました。乾いたら裏返して同じように仕上げます。窓枠取り付けと周辺のコーキング。なんと窓枠取り付けの映像が残っていないことが発覚し、いきなり取り付けして窓以外の周辺コーキング用マスキングが完了した映像しか残っていませんでした。コーキングは水回り用のホワイトを使用しました。ガラスのはめ込み。ガラスはオーダーガラス板.comで特注した強化ガラスです。サイズは高さ632mm、幅898mm、厚みは 5mm です。側面から見るとこんな感じです。この部分にガラスをはめ込みます。ガラスをはめる前に付属のゴム板を下枠に配置しましょう。枠の取り付けネジを避けることと振動を吸収する目的があります。2箇所配置しました。ガラスは上下サイズの関係で横からスライドして入れることになります。無事ぴったりはめ込むことができました。ガラス周りのコーキング。ガラスの固定はコーキングで行います。窓枠内の体積が大きいためバックアップ材を使用します。直径 10mm のバックアップ材を窓枠とガラスの間に詰め込みます。なかなかうまく詰め込むことができません。定規を使ってちょっとずつつつくとうまくいきました。ゴム板のところ以外に詰め込みます。ではマスキングを貼りましょう。コーキングはステンレスの部分と合うようにグレーを使用します。ちょっと出しすぎました。ヘラで仕上げましょう。上側も同じようにコーキングします。すぐにマスキングを剥がしましょう。
チャンネル登録、高評価、感想やアドバイスなどコメントよろしくお願いします。